こんにちは。9月6日にヒット曲だって巡り会えたんだの F タイプ G タイプを発売したばかりの4人組ムード歌謡コーラスグループ純烈。9月8日からは明治座で2年ぶり待望の座長公演を予定しており、公演ではコンサートだけでなく1930年代のアメリカを舞台にした芝居にも注目で、4人のさらなる活躍が期待されます。今回はそんな純烈の最新ニュースをお届けしつつ、インタビューやテレビ番組などから各メンバーの現在を掘り下げていきます。みんなでコメント欄でやり取りをして盛り上がりましょう。まずはじめに最新のニュースから。だって巡り会えたんだのミュージックビデオが4日 YouTube に公開されました。 MV には座長公演で共演し、プライベートでも交流のある俳優の里見浩太郎さん、前川清さん、吉幾三さん、小林幸子さんなど総勢60組99人の超豪華なメンバーが出演しているということで話題になっています。このミュージックビデオは1987年にリリースされたボーイの季節が君だけを変えるのオマージュ曲のタイトルにちなみ、 MV には純烈がこれまでに巡り会えた、お世話になった人が続々登場する構成です。演歌界だけでなく、テリー伊藤さんやダパンプ、ダチョウ倶楽部など異なるジャンルからもゆかりのあるタレントたちが勢ぞろいしています。出演依頼や撮影、スケジュール調整など非常に手間もかかりそうですが、新生純烈としての新たな門出に対して、これまで一緒に活動して縁をつないだ人たちがもう一度力を貸してくれるという感動的な展開ですね。この構成はリーダーの酒井さんの発案だそうで、自分が13歳の頃に一番聴いていた楽曲の MV のオマージュ作品ですと狙いを語りました。他にも、純烈は皆様のおかげでデビュー13年目を迎えることができました。今回快くご出演くださった皆様はもちろん、ファンの皆様も含めてこれまで出会えた全ての方々に感謝していますとコメント。今年から新メンバーとして加入した岩永さんにとっては、このミュージックビデオが純烈初出演。さらに元メンバーの小田井良平さん、リリコ夫妻も出演する超豪華 MV となっています。小田井さんは昨年末で純烈を離れ、新たな活動の場で忙しくしているようです。小田井さんの新たな活動も純烈の MV もまだ見ていない方はぜひ一度ご覧ください。続いてはテレビ長崎で取材された岩永洋昭さんのインタビューを紹介します。2023年から純烈に加入した岩永さんは長崎県波佐見町出身、地元からも注目される存在です。取材では、加入したばかりで挑戦の連続だった岩永さんの姿をしっかり捉えていました。加入から9日、福岡市のホテルでディナーショーに出演し、純烈として初めての大舞台だが、リハーサルからわからないことばかりの岩永さん、リーダーの酒井さんからステージでの動きに指導が入ります。その指導に岩永さんも汗をかきながら必死に応えていました。酒井さんは、とにかく一生懸命やってくれれば必ず胸を打つ方がいらっしゃると思う、チャレンジしてる俺を見てくれということが生き様、もう岩永物語が始まっているのだからと岩永さんを励ましていました。今の気持ちはと問われた岩永さんは、緊張して吐きそう、役者として1000人以上の規模の舞台でやったことはあるが、それとは全く別物だなという感じで、ましてやソロもいきなり歌えと言われてプルプル震えている、それも僕だから隠さずにやろうかなと思っているとコメント。今ではすっかりおなじみとなりつつある岩永さんですが、当時の緊張プレッシャーはただごとではなかったようです。こちらも初となる明治座公演についても、6日に公開ゲネプロと取材会が行われましたが、緊張しまくりですが、皆さんの足を引っ張らないように頑張りますと意気込みつつ、バキバキボディにタンクトップ姿で乱暴役のシルベスター・スタローンです。初の明治座座長公演ということで、
緊張しまくりなんですけど、足を引っ張らないように千秋楽まで頑張っていきたいと思います、とボケて笑わせていました。白川裕次郎さんからは、普段もこんな格好をしてる、明治座さんの初めての稽古にはお偉方が来られるからちゃんと清掃するんですけど、一人だけタンクトップと短パンで来たと暴露され、役作りでと必死に言い訳をするなど、すっかり純烈の一員として馴染んでいるようです。加入が決まった時の気持ちについては、家族も友達も喜んでくれた、本当は俳優一本で上がっていきたかった、この世界では顔と名前を売らないとやりたいこともできないというのがここ10年くらいで身に染みていて、くすぶっている状態だったので、これはチャンスだと思った。大変というのは目に見えていたが、いただいたチャンスを生かさない手はないなというのが本心と野心を覗かせます。予期せぬとんでもない人生だが、喜んでくれる人が一人でもいるならやりがいもあるし、頑張るね、見守っていてくださいと亡き母に伝えたいと語った岩永さん。厳しい挑戦かもしれませんが、これからも純烈のメンバーとして頑張ってほしいですね。続いては後上翔太さんの情報です。フジテレビのポカポカで語られたのが、後上さんの伝説のファンについて、スタジオでは純烈に対する勝手なイメージをぶつけて真相を探るコーナーが行われていました。そこで飛び出たのが、純烈にはものすごく太いファンがいるっぽいというもの、お金をつぎ込む相当な太客が支えているのではというイメージに対して、酒井さんが丸の札を上げ、どういうわけか太い方はみんな後上のファンだったりすると告白。さらにスタジオの外で応援している後上さんのメンバーカラーである緑色のマスクをしている中年女性に、あの方は多分数千万だと思う、述べでと後上さんを応援するために純烈に数千万円を出していると暴露しました。後上さん本人も、僕らが全国いろんなところに行くじゃないですか、僕らは交通費をいただいていきますけど、あの女性はどこにでも来てくださるけど、当然ご自身で全部来られていると思うので、総額にしたら怖くて聞けないですと言及。お葬式行かなきゃってなっちゃうんでと言うと、ハライチ澤部優さんから、まだまだ先でしょと突っ込まれていました。後上さんファンには謎が多そうです。最後にリーダー酒井さんの情報です。フジテレビの川島明の芸能界マル秘通信簿に出演した酒井さんは、結婚18年目になるという妻とのスキンシップについて語りました。酒井さんは妻との現在のスキンシップについて、最初の気持ちで今もいける、奥さんが困惑するくらいと告白し、スタジオを驚かせました。純烈のコンサートで全国行脚する中、漁師のような感じで時々しか家に帰らないのが夫婦間にとってちょうどいいと夫婦円満の秘訣を明かしました。そして普段おばちゃんばっかり相手しているので、家帰ったら嫁が可愛く見えると続けると、 MC の川島明さんが、大問題大問題ですよ今の発言と突っ込んだ。サブ MC のヒコロヒーさんも、ちょっと爆弾発言とマジ顔に、スタジオがざわつく中、酒井さんは、ファンは喜んでるよ、ファン以外は困惑してるかもしれないけど、純烈ファンの人もそこは受け入れる体制になってますと、ファンサービスの一環であることを強調。川島さんは、これを言われて喜ぶファンを育てたんですね、毒まむし三太夫と同じスタイルでええってことですねと話し、笑いを誘ったとのことです。これまでにも歯に衣着せぬコメントで人気を博してきましたが、なんという率直なコメント、酒井さんらしいですね。これからもメンバーたちのさらなる活躍とプライベートの充実を願いたいですね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントをよろしくお願いいたします。